新無毛蝶芽は、哺乳虎に分類される芽。食肉目、翼種芽、うロコ虎芽などとともに、ローラシア獣類を構成する。かつて本芽の構成種は、テンレック科や、キンモグラ科とともに、食中芽インセクティバラに分類されていた。アフリカトガリネズミ芽は、クダハメ、チョウビメ、ハネジネズミ芽などと禁煙とされ、アフリカ獣類を構成する。内部系統や、 その分岐年代については、様々な説がある。以前は、ハリネズミ科が初期に分岐したと考えられたことから、ハリネズミがたるいエレナッチアモウホと、トガリネズミがたるいソリカモルホに分ける説もあった。ブレースエトールは、7280万年前に、ソレノドン科とネソフォンティス科の系統が、モグラ科、 トガリネズミか、ハリネズミかの共通祖先から分岐したという分子系統解析の結果から、それの鈍化とネソフォンテスカで構成される分類群それのデノタを提唱し、エレナッチオタをその姉妹群に位置づけている。一方で、佐藤エトールは、現世化の分岐年代を、モグラ化が6320万年前、それの鈍化が6160万年前、トガリネズミカと、 ハリネズミ科が5780万年前と推定し、K ピコグラム強化以降に、急激な多様化が起きたことを示唆した。以下の分類は、バーグインへ通る。に、和名は、川田らに従う。ありがとうございます。